はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第182回でございます。今回はですね、卒業記念動画っていう、それについて話していきます。で、その前に最初に3月のスケジュールをちょっと、スケジュールというか撮影する内容についてお話ししますので、卒業記念動画ね、興味ない方もいると思うんですが、もしよかったら最初の部分だけ聞いてもらえたらと思いますので、よかったらお付き合いください。で、まず今日2月26日ですよね。で、あと2日で2月も終わるんですが、今高校受験対策っていうのをメインで撮ってるんですけど、それは2月いっぱい、つまりあと2日ですね。まあ2日で1本上げれるか上げれないかだと思うんですけど、ちょっとスケジュール的に。ひとまず2月いっぱいで、今期のね、高校受験対策を終わります。で、来年度、まあ次年度ですね、に関しては、まあ夏休みぐらい、まあ夏休み明けぐらいになるかな。を目安に、また、高校受験対策を取っていきます。できれば、他の科目ですね、数学以外の科目の高校受験対策、取れたらいいなと思ってるんですが、まだね、全部が未定なので、何とも言えないんですけど、ひとまず夏休み明けを目安に、またね、取っていきますが、今期はこれで終了となりますので、ほんと見ていただいた方、本当にありがとうございました。で、それに合わせてなんですが、3月は、受験生もね、大体終わってくるわけですよ。まあ、2週目ぐらいで大体終わるわけですけど。で、進級される1年生、2年生の方なんかは、テスト終わりますよね。だからもう勉強っていう感じじゃなくなるじゃないですか、正直。で、もちろん受験が終わった方もそうですけど、で、自分も4月からの撮影する、まあ、勉強動画のね、撮影すると準備とかをする時期になるので、3月はかなり動画の投稿が、ペースが遅くなるというか、上げるものが減ると思います。一応ね、撮り直しを4月から結構するつもりなので、今まで撮ってたものをね、それプラス新しいものを撮っていくんですが、まあ、撮り直しはちょこちょこするかもしれないんですけど、それでもかなりゆっくりになると思います。で、もしかしたら、あれ、この人動画の前やめちゃうのかなみたいな心配をかけてしまうかもしれないんですけど、そうではなくって、4月から、撮るための、まあ、4月か、正しくはちょっと5月からですね、自分の、撮影時間が元に戻るので、5月から。5月から、ちゃんと、いいペースで撮っていけるように、準備を、3月はしていきますので、投稿ペースが遅くなるというか、少なくなりますけど、そういうことなんだと思ってもらえたらと思いますので、よろしくお願いします。では、本編ですね。まあ、これもすぐ終わります。卒業記念動画っていうのを毎年、撮ってるというか、作っていて、ご存知ない方もいらっしゃると思うんですけど、もし、どんなんだろうって気になる方は、今回動画概要欄にリンク貼っておきます。去年とか一昨年のやつ。で、去年とか一昨年は、テーマを何個かあったんですよ。あって、それごとに動画作ったりとか、合わせて作ったりしてたんですけど、ざっくり言うと、みんなからテーマに沿ったメールをいただきます。で、それをですね、自分が手打ちしてちょっと編集をして、一本の動画で流す、スクロールで流すみたいな感じを作ってるんですね。で、今年もそれをやろうと思ってるんですが、今年はテーマが一つです。そこに書いてある、今伝えたいありがとうと、そのテーマのみでやらせていただきます。他のテーマが良かったなと思う人いるかもしれないんですが、ちょっと今年はこれで行かせてください。で、みんながね、これま卒業記念動画なんで、基本的に、卒業する方ですね。もちろん、小学校、中学校、高校、専門学校、大学、何でもいいんですけど、卒業される方を基本的に対象とはしておりますが、毎年、ちょこちょこいただくのが、塾の先生とか、塾の先生が卒業生に向けて、ありがとうっていう気持ちを伝えたいと。ね。というのと、あと保護者の方が、自分のお子さんが、卒業生、卒業する方なんで、この機会に子供に向けてなんていう方もいらっしゃるので、もちろんそこはいいんです。だから卒業生に関わる方であれば全然構わないんですが、卒業という一個の機会にもなりますので、家族、恋人、もちろん先生、友人、何でもいいです、相手は。誰でも構わないので、ありがとう伝えたいなと。もちろんあれだよ。一番は、直接伝えてほしいです。はい。で、直接伝えてもらった上で、ここにも投稿してもらう、投稿っていうかね、送ってくれたら、俺はすげえ嬉しいんですけど、みんなのありがとうっていう思いを、寄せ集めてというか、一つの動画にしたいなと思っておりますので、ぜひね、参加いただけたらと思います。で、お願いがあるんですけど、そこの下に書いてあるように、メールで必ず送ってください。コメント欄は拾えないので、メールのみでお願いします。で、メールアドレスは右下のとこですね。hi1_下の棒です。数字の 4_leaf で、@yahoo.co.jp です。
で、メールのタイトルは卒業というタイトルで送ってください。で、本文というか内容なんですけど、ありがとうを言いたい相手を先に書きます。〇〇へ、まあお母さんへとか、ね、友達、友人へとか恋人へ何でもいいです。ない、〇〇へ、そして感謝の思い本文と、都道府県名と、それちょっと入んなかったんで、PN って書いちゃったんですけど、それペンネームです。本名で、書かれても、載っけることはできないので、必ずあだ名というか、動画に載っていい名前を書いてください。で、その時のお願いなんですが、実名にありそうな名前は書かないでください。例えば、みんなにとってペンネームだとしても、他の子にとっては本名の可能性が出てきますよね。そうでは、ちょっと困ってしまうので、もし、そういったペンネームとか、動画にふさわしくないペンネームの場合は、載っけることができませんので、そこだけお願いします。で、締め切りは3月の16日までです。厳密ではないので、ちょっと遅れても載せれる可能性はあるんですが、ひとまず3月16、うちのね、おかんの誕生日なんですけど、その日までによろしくお願いします。はい、といった感じで、駆け足になりましたが、ぜひですね、みんなに送ってもらいたい。で、これは、ちょっとだけ最後話をすると、少し何個か意図があって、もちろんありがとうって思い集めて自分がね、ちょっとこう気持ちというか、作ってるこっちがね、あったかい気持ちになったりとか、あとは見てくれた方がね、あったかい気持ちになってもらえたらなっていうのもあるんですけど、自分が生きていく上ですごく大事にしてることがあって、やっぱり人へのというか、周りの人への感謝の気持ちを言える人っていうのは、自分に感謝が返ってくるとすごく思ってます。それは生きていく中でも実感してることなので、で、それを、自分の生徒って言ったら、ちょっとね、失礼ですけど、塾講師の時の生徒にもそうだし、こうやって、動画でね、繋がってるみんなにもそうなんですが、そういう風になっててほしいなと、ありがとうっていう感謝の気持ちがちゃんと言えるようになってほしいというのが、個人的に、おっちゃんね、もう32になりますけど、もうちょっとで、このおっちゃんとしては、そうなっててほしいなというのが、すごく強いです。で、大体中学生のね、見てる子がすごく多いですけど、中学の時って言えないんですよね。特に家族。言いにくいと思います。あったとしても。で、受験が終わった時っていうのは、やっぱりね、普段相当、親子感が仲悪くなければ、結構出てくるんですよ。やっぱりお世話になったし、ね、終わって気持ちとして解放された時に、ありがとうって気持ちが出てくることが多いの。それは、塾講師の時に生徒と話してやっぱりすごい感じたの、それは。でもそれを伝えられるかって言ったら難しいんだよね。中学の時っていうのは。そう。だから、さっきも言ったように、できれば直接手紙でもいいから、お父さんお母さんに渡してほしいとこです。できればね、直接言ってほしいですけど。でも、こういった場所で、ね、ここでね、書いたことに何になるんだと思うかもしれないけど、今まで投稿してくれた方の中で例を挙げると、ここに投稿して、基本的にペンネームがおかしかったりとか、本文おかしくなければ乗っけます、全員。必ず乗っける。で、乗っけて、作って、で、お母さんにちょっとこれ見てよって言った子がいたんです。そう。そういった使い方はレアかと思いますけど、それでもね、そう、ありがとうって気持ちを伝えれる一個の、場所というか、になったら嬉しいなとは思いますので、よかったらご参加ください。では、今回はハイチのダラダラジオ第182回テーマ卒業記念動画について喋らせていただきました。今回もね、ここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。で、次回、3月はね、ちょっとまったり、そうだね、1週目はちょっとわからないですけど、勉強と関係ないことを話すかな。3月末はね、ちょっとイベントもありますので、いろいろ喋っていこうと思いますので、もしよかったら次回の方もね、ぜひ聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。